相沢進は、新潟県西貫原郡岩室村出身の元プロ野球選手。小学校4年の時に野球を始め、岩室中学校から新潟県立牧高等学校に進学。2年の秋から投手となり、先輩からはスライダーを教わった。3年時には、チームのエースとなり、同年の新潟県大会では、新潟秋の理工等学校戦で12回に、 3を投げたが、最後は、さよなら負けを起死した。甲子園出場経験はなし。その後、石巻専修大学に進学し、宮城県石巻市に移住。2年の秋には、JR 東日本東北時代のセッツただしより、カーブとシンカーを教わった。4年春の南東北大学リーグでは、全11試合に先発し8勝の成績で、MVP を獲得、最多勝ち。 ベストナインも受賞。チームは優勝し、全日本大学野球選手権大会へと進出した。同大会では1回戦の道都大学戦に先発し、9回4失点で負け投手となった。2010年からは、社会人野球の日本政治史の巻に所属。2012年10月に、高知県任となった。2013年の第84回都市対抗野球2次。 予選東北大会では、第一代表決定戦で TDK を相手に9回、無失点で無支球完封勝利し、チームは全国大会への出場を決めた。第84回都市対抗野球大会では、1回戦の新月公式野球クラブ戦で2回3失点だったものの77銀行から補強選手として参加していた愛原和友がその後を7回無失点に抑えて、 チームは勝利した。2回戦の JFE 西日本戦では、相沢が6回無失点に抑え、チームは勝利した。2013年のプロ野球ドラフト会議で、地元球団の東北楽天ゴールデンイーグルスから8巡目で、指名。契約金4000万円、年俸720万円という条件で入団した。背番号は62。 NPB 他球団での現役続行を希望し、2016年11月12日には、阪神甲子園球場で、開催の12球団合同トライアウトに参加。シートバッティング形式で、打者3人を相手に、最速時速146キロメートルのストレートで1、脱三振1、被安打1、閉殺だという結果を残した。2017年から、地元である、新潟県に、 本拠地を置く社会人野球チームのバイタルネットでプレーする。投手兼コーチとしてプレーした後、2019年からはコーチ1000人。最速時速146キロメートルのストレートとシュートカットボール等の多彩な変化球を武器とする。また、クイックモーションが速く、投球開始から捕手が補給するまで1.02秒だという。石野牧には大学時代、 社会人時代合わせて8年住み、第二の故郷と考えている。2016年1月23日に山形県出身の女性と結婚。交際開始から5ヶ月でのスピード結婚だった。同月には楽天同僚の維持の高次第も結婚したため、W 結婚として報じられた。ありがとうございます。